派電鉄道は、かつて、兵庫県伊保郡、阿保市町の阿保市港駅から、山陽本線、阿保市駅を経て、派電辰野駅を通り、伊保郡新宮町の新宮町駅までの 17.1km を結ぶ、軌道線、後に、鉄道路線を経営していた事業者である。もともと、鉄道のない新宮町と山陽本線や港湾を連絡するために付設された。阿蘇市港。 阿蘇市駅前発作機関は、辰野電気鉄道により、久木新宮長官は、新宮京弁鉄道により開業した。当初経営は好調であったが、大正時代に辰野電気鉄道と新宮京弁鉄道が合併して、発足した番州水力電気鉄道の経営者が行っていた他の事業の失敗で、債務が番州水力電気鉄道に負担させられた。 そのため、競売により一時広島のゲイソ内銀行の谷口武の個人所有になったが、新会社の派電鉄道が設立され、事業を引き継いだ。その後も新宮町、辰野町の重要交通機関としての地位を持っていたが、1932年に、姫津線が姫路駅から張間新宮駅まで路線を伸ばすと、同線がこの付近の中心都市である、姫路市に直結していたことから、 乗客はそちらへ流れ、費用削減努力により一時的に立ち直っていた、経営は極端に悪化し、結局1934年に政府保障を受けて廃線となった。本校では、主に同社が運行していた路線について記述する。廃線時1933年7月1日、改正時立の付近に初めて鉄道を伸ばしてきたのは、 現在の JR 山陽本線にあたる山陽鉄道で1889年11月11日のことであった。この時点では、辰野駅は仮駅であったが、翌1890年7月10日にうねまで開通して正式な辰野駅が設置された。しかしこの駅は旧伊保川町域にあり、辰野町の中心部からは遠く離れていた。これに対して、 辰野の名産である醤油やそうめんなどの物資輸送を目的に山陽本線と連絡する鉄道敷設の計画が持ち上がった。地元の醤油業者らが中心になって計画した辰野鉄道は辰野駅から伊ボ川沿いに辰野町に至る計画で1906年2月26日に鉄道敷設免許を申請したが却下された。翌年にも申請したが、 やはり却下され、この計画は実現しなかった。計画では、1 0 6 7ト、mm、ル期間の蒸気鉄道で、距離は6 4トルであった。これに対して、地元有力者の堀豊彦を中心とするグループが、立つの電気鉄道の計画を進めていた。こちらは1905年3月に、軌道特許申請を行い1906年8月28日に、特許を得て、 9月に着工した。1909年1月1日に、まず、阿保市駅前辰野町間5 7トルが完成した。開通式はいかるにあった、本社前で1月5日に行われている。さらに辰野町始先が2月20日に、阿保市港、伊藤今が3月20日に開通し、当初計画の1 4 3トルが完成した。当初は、事業は好調で、 1911年の営業実績では年間乗客数48万人を記録している。その後、そうめん、醤油産業の流行やイカルガデラの産経客等によって繁忙期の輸送力が不足していたことから連結運転を起としていたが、軌動事業では原則としてこれが禁止されていた。加えて、すでに免許を得ていた。 山崎京弁鉄道や姫路鉄道らとの円滑な連絡といった理由から1912年6月5日付で京弁鉄道法準拠路線への変更を申請し、1913年5月28日に許可されている。引き続き事業は好調で、1919年の輸送実績は年間乗客数949,234人、手荷物200トン。 貨物3万750トンと盛況であった。この頃会社定程を変更して、思想郡山崎町への延長を打ち出したが、この計画は結局実現しなかった。一方、立野電気鉄道を建設したのと同じ堀豊彦を中心とするグループは、別の新宮警弁鉄道が、不設免許申請を提出し、1913年7月16日に免許された。 この計画は、タツノ電気鉄道に接続してその先進宮まで延伸するもので、距離は 3.6km、車両はタツノ電気鉄道から借り受け、使用する電力も同社から供給を受けるというものであった。同年12月25日に会社の設立総会が開かれ、翌1914年11月に着工、1915年7月21日に開業した。 兵庫県の鉄道王と呼ばれた伊藤栄一が、立野電気鉄道と新宮京弁鉄道の株を買収し、経営権を掌握すると1920年4月16日に、新宮京弁鉄道は株主総会を開いて、晩州水力電気鉄道株式会社に社名変更した。また本社を新宮からイカルに移した。そして4月20日に、 辰野電気鉄道の事業を133万2700円で買収して合併した。定管には山崎までの延伸が依然として残っていた。上に、その後の改定で、赤郷郡愛よ町の愛よ港から伊、伊保郡越シ野村までと、新宮から先西用郡三日月村までの延長も書き加えられた。しかし、伊藤が行っていた他の事業の失敗で、 債務が晩秋水力電気に負担させられ、借入金を返済できなくなり会社は競売にかけられることになった。広島の芸祖内銀行の谷口節が60万1100円で落札し、同時に鉄道事業承継許可申請を出して認められ、1924年9月18日に新会社を設立する原田閣一に事業免許が譲渡され、 1925年6月5日に派電鉄道が発足した。旧番州水力電気鉄道は1925年1月22日に解散となり、この間一時的に個人所有路線となっていた。派電鉄道は本社を当初広島市に置いていたが、後に彼に戻された。営業は1928年時点で年間旅客107万人。 貨物3万4000トンと好調であった。しかし1930年代に入ると、強行の影響を受けて、営業成績が低迷し、さらに1932年に国鉄姫路線が、姫路駅から針間新宮駅まで路線を伸ばすと、これが致命的な打撃を与えることになった。もともと標準機で付設したために、網星駅で貨物の積み替えが必要で、 これに不便を感じた達の町民が誘致したもので、旅客もより高速で運賃の安い国鉄に流れて、破電鉄道の経営に打撃を与えることになった。これにより1933年11月22日の臨時株主総会で路線の廃止と政府への保証申請を決定し、保証を受けて1934年12月15日に廃止となった。 1929年には事業が好調だったこともあって新たな事業展開としてバス事業を開始しており廃線後には派電自動車としてバストラック事業を行っている1943年5月1日戦時中の交通調整を受けてバス事業は新規合同自動車に他2社と共に買収されたトラック部門は立つの運送として分離独立して現存している これにより、破電鉄道は、会社解散され、38年の歴史に幕を、下ろしている。廃線時あたり鉄道の開業から廃止までの期間に、在籍した車両は、以下の通り、醤油や、そうめんの輸送を主目的の一つとしていたことから、貨物の受損を避けて、有害電動化車の比率が高いのが特徴である。ありがとうございます。